反反応式とは、酸化還元反応のうち酸化、または還元成分のみを記述した化学反応式である。反反応式は酸化還元反応に関わるそれぞれの物質の酸化数の変化を考えることで得ることができる。反反応式の考え方はしばしばガルバニ電池などの化学電池の説明に用いられる。反反応式を用いて酸化される金属及び、 還元される金属をそれぞれ説明することができる。反反応式を用いて、酸化還元反応の釣り合いを取ることもよくある。酸性条件下での酸化還元反応では、原子の酸化数の釣り合いを取った後に、水素イオンの釣り合いが取れるように H イオンを反反応式に加える。塩基性条件下での酸化還元反応では、酸化数の釣り合いを取った後にまず酸性条件と、 同じように扱い、O イオンを H イオンと釣り合うだけ反反応式に加え、H2O とする。ガルバニ電池渦に示すような、亜鉛を硫酸亜塩水溶液に浸し、銅を硫酸銅に浸したガルバニ電池を考える。この電池の全反応は以下のようになる。亜鉛アロードでは酸化が起こる。これは次のような酸化反反応式で表すことができる。銅加速度では、 還元が起こる。これは次のような還元反反応式で表すことができる。燃焼するマグネシウムリボンの写真。酸化プロセスの詳細を捉えるため、録行時間は非常に短くとってある。燃焼するマグネシウムリボンを例にとる。マグネシウムは燃焼するとき、空気中の酸素と結びつき酸化マグネシウムを生じる。これは次のような全反応式で表される。 酸化マグネシウムは Mg にイオンと O2 イオンからなるイオン結晶であるのに対し Mg と O2 は電気的に中性の単体である。電気的に中性の Mg は反応を通してプラス2の電化を得、また電気的に中性の O2 はマイナス2の電化を得る。これは Mg が Mg2 となるとき電子を2つ失うからである。左辺には 2Mg あるので4つの電子を失うことに なり、次のような酸化反反応式で表すことができる。また、王には還元されて、酸化数は0からマイナス2になる。したがって、王には4つの電子を受け取ることになり、次のような反反応式で表すことができる。全反応式はこれら2つの反反応式を足し上げれば得られる。化学反応、特に酸化還元反応が起こるとき、反応時に、 やり取りされる電子が実際に見えるわけではない。我々が観測するのは反応物と生成物のみで、ある。であるから、両辺に現れる電子は打ち消し合わせて消去する。電子を消去すると、上の反応式は次のように書き直される。生成物側にある非イオンと影イオンはそれぞれ逆符号の電荷を持つから、速やかに加合して酸化マグネシウムを生成する。 どんな酸化還元反応にも、酸化反反応式と還元反反応式の二つの反反応式が書ける。それら二つの反反応式を足し合わせることによって、酸化還元反応の全反応式を得ることができる。次のような反応を考える。この反応には、鉄と塩素の二つの元素が関わる。それぞれの酸化数の変化は、鉄がプラス2からプラス3。 塩素が0からマイナス1である。したがって、実行的には2つの反反応が起こっている。これらの変化は、それぞれの反反応に対して、適切な数の電子を付け加えることにより反、反応式として表現することができる。同様にして、2つの反反応式が与えられれば、電極電位についての適切な知識があれば、全反応式にたどり着くことができる。 反応の反反応への分解は様々な科学的過程を理解する上で重要である。例えば、上述の反応は FE が酸化され CL が還元される酸化還元反応であることがわかる。電子の移動は鉄から塩素への向きであることに注意されたい。反反応式の分解により化学反応の釣り合いを簡略化することもできる。科学者は 原子と電波の釣り合いを一時に取ることができる。例えば、の二つの反反応式を合わせて、次の全反応式が得られる。酸性条件及び塩基性条件における反反応式を考えることもできる。酸性及び塩基性電解質が酸化還元反応に関与する場合など、それが必要である場合もある。この電解質の存在により、 原子と電化の釣り合いを取るのがより難しくなることもある。釣り合いを取るには、反反応式の両辺に原子と電化が釣り合うまで、H2O、O、E、H プラスを追加する。次の反反応式を考える。O、H2O、E を用いて、原子数と電化を釣り合わせると、反応が水溶液中で起こると仮定した上での塩基性、条件下の反反応式が得られる。 再度、次の反反応式を考える。H、H2O、E を用いて、原子数と電荷を釣り合わせると、反応が水溶液中で起こると仮定した上での、酸性条件下の反反応式が得られる。両辺で原子と電荷が、どちらも釣り合っていることを確認されたい。酸性及び塩基性条件では、反反応式に H、または O が含まれる場合でも、 多くの場合では、全反応式には2つのイオンが結合して、水 H2O のみが得られる。ありがとうございます。